じゃあ電池もう一つあるから第二戦目行くぞ。ちょっと待って。そこにも置くか。 OK。 司令官ごっこするのそれで。そう、じゃあこれ動画に出そうかな。ノーマルモードで司令官ごっこってテラリア。じゃあ俺も出そうかな。FPS しか出さない予定だったんじゃ。俺テラリア一応 OP に入ってるから。あそういうことね。じゃあオープニングで入ってないのって。じゃあ行くよ。待って来てる。てか何後ろにつけてるん、そいつら。これヒートレス装備するとさ自動的に食いつくんだよ。ほらかっこよくないこれ。いいよ、めっちゃいいじゃんこれ。3、2、1、GO。 よし。てかそいつらもダメージ食らう。1体一体目がもうやべえ。 MP が切れた。ヒートレイ、俺のヒートレイ MP が足りない。あーやっぱねマナがないとね。それはちょっとピスト潰そっかな。俺ピストじゃねえ、俺もヘッド潰すか。今年の魔法武器はこれで決まりだな。だね。威力な、威力55。これさ見た目とは裏腹にめっちゃ強いよこれ。見た目なんかめっちゃ弱そうに見えるじゃんこのレーザー、うん、だけどねあのマザースライムも、まあ、あの逃げ気必殺というね。そしてベビースライムなら一発でひねれるという。でここから撃とう。うわなんか画面見えないな、ゴーレムの顔が。すごいチェストない、そこの後ろあるけど、なんもない。あ、取った多分取られてる。てか俺のヒートレイ聞いてなくね。あ、聞いてるよ、一応多分。あ、クリティカル出てるなら多分聞いてるね。88って言うじゃない。88待機。うん、連打。よし、サンストーンが出たね今度は。サンストーンは日中で全ステータスが強化される。お俺も電池ない。あったあと一つある。じゃあおーあと一つ、あと2試合いける。うい、いくぜ。死ねー、水鉄砲で死ぬ。ってかトラップ。やっぱ司令官ごっこに限るなこのゴーレム戦は。うん、ノーマルモードっていうね。これでフォークをおとりにしてさ、それで俺の方に近寄らせず、俺はレーザーで固定放題をするというね。いけるね。これもう UC 確定っすわ。うん、だね。あー、これはいいわ。このスパイクボールの嵐本当にすごいな。太平洋の嵐がこんなにさこんな風になってたらガチ怖えよ。BF4 できないじゃんパラセルストーム。 BF4 死んだ。パンチなんか右フック食らって死んだんだけど俺。右フックとは違う、右ストレートかっこ物理を食らったんだけど俺。やべえな、スパイクボールに殺されてる。あ、でもこれぐらい離れれば多分腕も攻撃してこない。いやもう腕壊れてるよ。ああー
リロード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 。やばい死ぬ。本当にやばい死ぬ。あ。じゃ。やばいこっちに来た。待ってこっちが来るんだけど。これもこっちが狙ってきやがったついに。まあ司令官ごっこも楽しいは楽しいからね。うん。てか、やべえ、レーザーが。レーザーやっぱ強い。はい。ヒートレイ2号機。え、ヒートレイ2号機落ちたよ。落ちたね。じゃあ使ってみれば、星がない。星あるはあるけど、一つしかないよ、これ。一発、二発撃ってる。2発しか撃てない。何それコンディション。普通の。普通のか。じゃあ俺のと交換しようぜ。少しだけも MP の消費を抑えた方がいい。あ、よし、ありがとう。よし、じゃあいくよ。はい、ラストかな。うん、ラスト5。よし、司令塔に戻れ。司令塔って本当に言えるような立場なのかな、これって。これさ、スパイクボールをさ変な風に敷き詰めちゃったせいでさ、なんかゴーレムへのダメージあんま大きくないんだよな。うん、だよね。でも3発目ぐらいからちゃんとさダメージが入るようになってくるから。うん、 MP 回復のポーションが欲しくなるな、これ。持ってないんだよ今。確かに。これで、これさ、あのヒートレインのダメージたんなんか全然通ってないような気がするんだよな。え、でも88とか82とか出てるよ、クリティカルで。74。え、俺撃ってないのにクリティカル出てる。あ、96って打ってるね。打ったら。あ、いや、でも打ってないのにクリティカル出てるやつがあるな。でも、50とかあったり。で、回復を待つ。で、爆弾を投げる。ピクソが欲しい。やべえ、なんか壁破壊てるぞ。あのテンプの壁。え、マジ？どこ？ほら下の方。え？下の方壁剥がしちゃった。あ！おい、待って魔法。トカゲ族レンガの壁が。ねえ。早い大地の杖。大地の杖はこんな風に岩石を飛ばす杖。いや、マイタイすぎやろ。ちょっと。どうしよう。じゃあ、ちょっと、チェストの中にさ、いらんもの預けるわ。まだないんかな。じゃあ、いくよ。はい。うん、あ、これあげるよ。あ、ありがとう。これで。え？回復ポーション大きいやつがあるからさ、あげるよ。ありがとう。あと、探ってない宝箱もいくつかあるはずだから、そこら辺はもう、オフでやろうか。オフでやるっていうか、また、録画しないときにやろう。というわけで、ちょっと美容水の方のマルチで命取りの契約を済ませてきて、でそれで暗号機が105個って90個上回ったので
現在やってる 40% オフの5パックをちょっと引いていきたいと思います。ドン。ローディング中かなこれは。ゴー。よし、じゃあオープン。はい。お、ナックルダスターが出たね。いいじゃんこれ。ナックルダスターが出るのはまあ武器なら嬉しいよこれ。ノーズーツ M8 のレーザーで、キャタピラのバッテリーのボディテーマ。じゃあ次2つ目エピックの影がないな。微妙。微妙だな。いいものがなかったな。じゃあ3つ目エピック。お、レーザーバックだ。レーザーバックのアイス迷彩。んー、レーザーバックもちょっと使ってみようかな。アイス迷彩個人的にお気に入りです。で4つ目お、エネルギオンの札迷彩で、ハプティックのアーガス迷彩。どっちも新迷彩でよかったね。ビアレム迷彩なんか知るか。そして最後5つ目で、エピックは見えない。あー微妙かな。で暗号機燃やして最後に1回引きたいと思います。最後までエピックが出る確率は低かったな。はい、ということで今回は今やってる 5パックドロップバンドルを引いていきました。ご視聴ありがとうございました。